正午になりました。米国株についてお伝えいたします。この順でお話しいたします。まず、人気ランキング。今週も SBI 証券の NISA ランキングでの順位でお話しいたします。日本における米国株の人気ランキングのイメージです。第1位が NVIDIA、第2位がパランティア、第3位がテスラ、そしてアップル、インテル、イーライリリー、アルファベット、マイクロソフト、アルトリア、シェブロン。今回、アルトリアが入ってきたのが目を引きます。アルトリアは配当利回りトップの銘柄ですが、先週 NISA で買われた理由は特に思い当たりません。シェブロンは引き続き原油安で買われた模様です。次に昨夜の米国状況。昨夜はダウ、ナスダック、S&P500 とも上げとなりました。ダウは297ドルの上げ、プラス 0.72%。ナスダックは114ポイントの上げ、プラス 0.65%。S&P500 は30ポイントの上げ、プラス 0.54%。アメリカの状況はウォールストリートジャーナルとフィナンシャルタイムズが9月の利下げ幅が 0.25% となるか 0.5% となるかは僅差の判断になりそうだと報じ、ダドリー前ニューヨーク連銀総裁が 0.5% 利下げする強い根拠があると発言したことで、FRB が来週の FOMC で大幅利下げに動くとの期待が再燃し、景気敏感株を中心に買われています。0.25% で市場のコンセンサスが固まった矢先のちゃぶ台返しです。アメリカ国債10年ものの利回りは引き続き 3.6% 台で推移しています。ドル円は円高に触れ140円台で推移しています。原油は引き続き69ドル台で推移しています。ビッグ指数はさらに低下し 16.56 安全域で推移しています。ソックス指数はプラス 1.68% の上げ。昨夜の NVIDIA は119ドル10セント、4セントの下げ、マイナス 0.03%、ほぼ横ばいとなり120ドル手前の状態です。経済スケジュールは火曜日は小売売上高、そしていよいよ水曜日は FOMC です。次に値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はノバビジョンでした。前日比 207.4% の株価上昇。日本円での換算株価は5774円です。ノバビジョンは詳細がわからない会社です。値上がり率トップではありますが、出来高は17000株しかありません。こちらが4月からの株価の推移です。8月28日から3週間近く出来高ゼロの日が続き、いきなりの急騰です。そして値下がり率ランキング。値下がり率第1位はガーデンステージでした。前日比マイナス 75.5% の株価下落。日本円での換算株価は421円です。ガーデンステージは時価総額 65.6 億円。投資家向けに証券取引と仲介サービスを提供する香港の会社です。株価は LINE ヤフーくらいですが、出来高は LINE ヤフーの3分の1くらいです。こちらが7月に入ってからの株価の推移です。このように急騰からの急落となっています。次に売買代金ランキングです。第1位は NVIDIA、第2位はテスラ、第3位は Apple、そしてマイクロソフト、アドビ、メタ、ブロードコム、アマゾン、アルファベット、オラクルの順となっています。金曜日はこのように上げ下げまちまちな状況となりました。決算を発表したアドビが第4クォーターのガイダンスで1株利益と売上高の見通しが市場予想を下回ったことで大きく売られています。前日比マイナス 8.47% の下落。次にトピックです。本日 US Steelとトランプメディアについてお話しいたします。まず US Steel。こちらは今朝方の記事です。US Steelがアメリカ政府が売買阻止の判断を大統領選挙後に延期の可能性。US Steelに買いが強まっている。米政府が日本製鉄による同社の買収を阻止するかどうかの判断を11月のアメリカ大統領選後に延期する可能性があると伝わっている。ワシントンポストが政府高官の話として伝えた。ただ、バイデン大統領は依然この取引には反対しているという。ホワイトハウスのシャルマ報道官は計画変更があったという見解に異論を唱え、発表は差し迫ったものではなかったと述べている。こういった内容です。US スチールの株価の推移がこのようになっています。9月4日の底値26ドル91セントから、金曜日は一時42%高の38ドル26セントにまで急騰している状態です。次にトランプメディア。トランプメディアが大幅高。トランプ氏が同社株を売却しないと明言。トランプ氏の SNS、トゥルースソーシャルの運営会社であるトランプメディアが大幅高。トランプ氏が保有している同社株を売却するつもりはないと述べたことが材料視されている。資金はこれ以上は必要ないとも述べた。同社株はニュース確認で売買を一時中断したが、取引が再開し、買いが強まっている。こういった状況です。こちらが3月からの株価の推移です。このように金曜日は11% を超える大幅な上げとなりましたが、株価自体は半年で5分の1まで下げている状態です。次に決算スケジュールです。来週、週明け16日から20日まで決算についてお話しいたします。まず、週明け月曜日、1件が予定されています。オーシャンパワー。そして18日水曜日はゼネラルミルズが大きな銘柄としてあります。そして木曜日、5件が予定されています。この中で大きな銘柄はフェデックスとレナー。特にレナーの決算は日本の住友林業や積水ハウスにも影響するかもしれません。次に配当利回りランキングです。第1位はアルトリアの 7.59%、第2位はベライゾンの 6.37%、第3位はファイザーの 5.79% となっています。次に今日の気になるチャート。本日アルトリアについてお話しいたします。アルトリアは時価総額 12.7 兆円、配当利回りトップで知られる米国最大のタバコメーカーです。現在の利回りは 7.25% となっています。こちらがアルトリアの8月からの株価の推移です。このように上げトレンドが続いていましたが、9月5日に54ドル95セントで天井をつけ、先週はこのような下降トレンドとなっていました。金曜日の株価は52ドル96セント。32セントの上げ、プラス 0.61% となっています。アルトリアはアメリカ最大のタバコメーカーです。傘下にフィリップ・モリス USA を持ち、マールボロ、そしてパーラメント、バージニアスリムなどを販売しています。2022年には JT との合弁で加熱式タバコのホライゾン・イノベーションズを設立しています。こちらは紙巻きタバコの販売本数、そして年間配当額の推移です。アルトリアはアメリカの紙巻きタバコ市場では 42.5% のトップシェアを握る企業です。傘下のフィリップ・モリスが米国外、アルトリアが米国市場を分担しています。世界的な健康志向から紙巻きタバコの販売本数はこのように年々減少していますが、値上げで売上高を維持している状態です。日本で販売しているアイコスは、米国では販売にたどり着けていない状況です。53年連続で増配を続けています。こちらが10年のチャートです。10年チャートを見ると、2017年に80ドル近くまで上昇していますが、ここで失速し、株価は低迷を続けていましたが、今年に入って再び上昇を開始し、直近の高値域まで上げてきている状態です。金曜日の株価は52ドル96セント、プラス 0.61% の上げ。日本円での換算株価は7458円です。7月31日発表の決算は、第2クォーターは減収、営業減益。売上高は 5% 減の62億ドル。営業利益は 13% 減の 25.3 億ドル。EPS は2ドル21セントとなっています。こちらは2021年、2022年、2023年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の実績です。このように減収ですが増益で増配となっています。こちらは6ヶ月チャートです。52週安値が39ドル6セントですので、このあたりの位置です。そして52週高値が51ドル40セントですので、このあたりの位置です。直近はこのように25日線をサポートラインとした上げトレンドとなっています。テクニカルはパラボリックは下げで転倒、MACD はデッドクロスを形成し下げトレンド、RSI は50近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはプラス2シグマのバンドウォークから中心線付近に低下してきている状態です。まだ明確な反発シグナルは見られないチャートです。米国株についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。